原押和真。今日はですね、台北で僕が一番大好きなお茶のお店に来ています。普段はね、なかなか日本人の人来れないし、日本語対応もあまりしてないんですけど、ぜひおすすめなので来てみてください。じゃあこれがちょっと中に入ってみます。可以慢慢看嘛，后来呢就来买，对不对？哎，ということで、ジョスに来てます。で、いつもこう買うときにお母さんが説明してくれます。这家店是九顺茶叶股份有限公司，谢谢。ぜひ下に場所を貼っておくので、ぜひ来てください。なかなか観光客の人とか来ないと思うんですけど、マーシャもおすすめです。はい、ジェント。バイバイ。バイバイ。さあ、続いてですね、行くのはディファジエで、多分日本人の観光客が一番好きなドーファーのお店です。今日はロシアの友達も一緒に行くので、ぜひぜひ期待してください。じゃあ行きます。こっちは豆乳ですね。豆ちゃん豆腐。あっちは花仙ピーナッツのものです。あっちの方はなんか豆ちゃん豆乳じゃなくて普通のシロップがかかっているんですけど、こっちは豆乳でかけているのでちょっとまろやかな感じになってます。ということで今日はですね、ディファジエ僕が今。ちょっと台湾に住んで好きになった場所を紹介しました。下にね、下の説明欄のところに住所とか貼っておくので、ぜひ時間があったら、機会があれば行ってみてください。あともし質問とか何かあればコメント、もしくはいいね、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた、再见。